ジェイミー・リー・コリンズ・シニアは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、マコール・クリーク出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ラインバッカー。現在 NFL のニューイングランド・ペトリオッツに所属している。南ミシシッピ大学出身。ミシシッピ州フランクリン群生まれ。フランクリン群ハイスクールで、アメリカンフットボールクラブに所属し、また陸上部にも所属していた。 南ミシシッピ大学に入学し、2009年から2012年まで南ミシシッピ大学イーグルズでプレーした。大学時代のポジションは DB で LB。大学時代を通して314タックル、21サック、3インターセプト、3タッチダウンを記録した。2013年ドラフト2巡目でニューイングランドペイトリオッツからの指名を受けた。 ニューイングランド時代のコリンズ2013シーズン2013年シーズン当初はディフェンスとしてそれほど活躍せず主にスペシャルチームでプレーした2014年1月11日に行われた NFL プレイオフで6タックル、1サック、1インターセプトを記録した2014シーズン2014年シーズンは飛躍の年となったレギュラーシーズンは15試合で先発し 116、タックル、4.0サック、2インターセプト、4ファンブルフォースを記録した。ペイトリオッツの一員として、第49回スーパーボールで優勝を経験した。2015シーズン12月22日、コリンズは初めて、プロボールに選出された。アウトサイドラインバッカーとして発表を得て4位で、選出され、インサイドラインバッカーとしても2票を獲得した。 2016年10月31日、コリンズはトレードでクリーブランドブラウンズに移籍した。2019年3月6日、ブラウンズよりリリースされる。2019年5月15日、ペイトリオッツと契約し、フルス復帰となった。2020年3月16日にデトロイトライオンズと3年3000万ドルで契約した。ありがとうございます。